それじゃあ第2回流行語外伝大会始めたいと思いまーす。イエーイ、拍手ありがとうございます。じゃあ1回戦、ゴーダー亮、またゴーダーさん亮なんですね、 VS2P ゆくとさんのワイラーですよ。プレイヤー VS プレイヤーを選んで始めて、さあ出てきた亮坂崎 1P、 さらにこのラスボスですね、ワイラーさんですよ。ワイラーさん、あのドラゴンボールの映画版に出てきたブロリーみたいなやつですね。薬を飲んで、筋肉ムキムキになったという危ないやつでございます。さあキックから、おっとここはお互い技が相殺、ダウン、レッドが当たってどうなの、おっと安い、地味にシュガーだった。ゴーダ亮わかんない。さあ一回倒しの貢献、はい、ガードした、浮かせ技からジャックパン連打、浮かして、おっとここはなんでそんな変だよ、三角蹴りから飛び込んだよ、めくって起き上がり、しかしここは強引にゆくとワイラー一歩接種。さあどうなる、2本目よ、坂崎先ほどの、さあここはジャックパン一発、安い、非常にディスカウントな攻めを見せていく、ゴーダーさんの量です。どうなる、アウト、パンチ、おやらて、もう一回、なんだそれ、超減ったんだけど、ここはリュコラブを見せたいが、どうなんだ、三角飛び、ハリケーンアッパー、ヒゲシプリク、一発させて、傘手したか、ここ、うなっていくとワイライカセットパーおめでとう。いやー、ゴーダーさん、慣れてない感じでしたが、まあよかったですね。さあ、2試合目、僕と R さんですね。R さんいらっしゃいますか。最初はグーだけ、おい、僕が 2P、 はい、 1P 側に R さん、またしてもムエタイ、ムエタイがいねえからか、両坂崎、ムエタイといえば R、 R といえばムエタイ、両坂崎対池波のロック、池波のロックは坂崎以下しか使えないということで、両の同キャラと桶足払いで転ばして、おっとめくり、流行1から引き続いて後ろに蹴りが出る、ケンシップガードされたがショーパンだけで済んだ、安上がりコンボ叩き込んで追い打ちは空振って、ケンシップお互いガードを5人6ラモン入れてない、えらい吹っ飛ばされたところに挑発、挑発、挑発がゲージ溜める方が早い、追いつかない、そしてしびれ切らして前出してきたところに高王拳カウンターヒットで1本目は池波のロック、おい、これ両坂崎、これ道着妙に腰ばきじゃ、逆腰ばきじゃない、高すぎるというような気がするんだけど、だパジャマみたいになってますね。なんかこれ上半身の感じに繋がってるよね。そしてあの裾にちょっとあの黒いの見えてません、ね、今風に言えばあれですか、なんだろう、なんだあのスパッツじゃねえや、なんか履いてる感じの逆に素敵な何かを、逆絶対領域ですね、量がセクシーな感じに足首のおしゃれをアピールと、追いつかず、今覇王昇降拳の出掛かりを高王拳で負けてしまう、池見のグラウンドファイナル、ラッシュ、ラッシュが回し蹴りで返されてと、蹴りするフェイント、果敢に攻めていくがと、ガードして足場でガードして足場で差し込んだよ、浮いたところにコンボ入れて追い打ち、ゴスッとねっ転がってる相手に対しても情け容赦なく打撃を与えるという、あんま武士道精神からちょっと離れてしまいましたね。そして青昇格、はい、で高王拳体力がもう残り少ない、アルファ最後めくりキックボグッと当たって池田実力見事勝利。やべえこのゲーム面白い。そういえばこのゲームの両坂崎があの服ダサくないですか。まあそうですね。じゃあ竹庵さんと4126
じゃんけんして席を決めるんだ。先ほど4126は強キャラどれですかっていう、非常に空気を読まない、エントリーをしていましたが、どうなんでしょうか。4126ワンビエ竹やん、あれだな、ペリカン使いだな、2P へ。勝利、もう勝ちこそ全てなんですよ。もうすごいですよね。しゃがんだ瞬間、あ、じゃねえ、もう座った瞬間ガッツポーズ。わ、そして、ワイラを見つけられないみたいなね。ワイラどこいた。あれ、どこにいんのみたいな。この野郎やってねえな、みたいなね。さあ、竹やん4126、有効外伝童貞にここは負けるわけにはいかない。ジャックパネーだって、もう一回す足払いからの連続技、下段中段と行くんですね。あのコンボはかっこいいですね。さあパンチ連打、子供がやってるかのような4126ワイラー浮かされた、合格決めていく連続技、ダウン攻撃当てて距離を取って、おっと当てて、足払い。さあ相手はコマンドがわからないぞ。竹谷チャンスだ、おっとハリキャッパー出したけど、ジャンプで避けて飛び込んでます。一歩接種竹谷、落書きスタート、落書きゴニョゴニョっと落書き、おパンチ浮かされた、お中段決めて、その先はないみたいな、シュガーラッシュみたいなね、浮かされて起き上がりを奪って足払い、挑発挟むパンチ、さっきからパンチを出してない4126、おっとハルキアッパー出せた、ハルキアッパー、 おっとコマンド覚えちゃったぞ、やばいぞ、もう覚えた、ダウン攻撃使ったところにキックをやっていくだけやん、飛び込んでジャックパンはしっかり読んでガード、パンチ連打、パンチ連打、困った時、超パンチで困った時のパンチ連打ですよ。中断刺さらない、さあ竹谷何かを狙っているな、これ、あ、待って、浮かされた、やばい、死ぬぞ、危ない、注意しろ、中断を受けて下段からの連続技、あ、ちょっとランドが重なってるけど、ちょっと近すぎてランボ当たらず、当たってねーし、なんかいろいろ空振って最終的にハリケンアッパー、ハリケンアッパー上東からあれですね、細胞を取ったやワイラーさんですね。ビオランテみたいなもんですね。ビオランテみたいなもんですね。いろんなあのセルと一緒ですね。あのいろんな、格闘ゲームのスタートが使えるんでしょう、きっと。さあ中段から浮かして、おっと安い、若干安いように見えるか、どうなんだ。中段しっかりガード、ゲタパッチもガードして、おっとかっこいいですね、その技、ボタン連打から足払い。さあワイラー体力がないぞ、ガクガク動いてる、なんかあのガチャプレイいいですね、4126かわいい、かわいい、ガチャプレイ、ガチャからのハリケーンアッパー、ガチャアッパーですね。さあ挑発挟んで、オブレッ、はい、ハリケーンアッパーが早い、おっとタケヤン超一決めて1回戦突破おめでとう。さすが童貞には負けられんとばかりにタケヤン、ここは押していく。じゃあ、はい、ミオさんと THR 優勝候補じゃんけんして席を決めるんだ。ニオーさんのフアジンと THR カーマンコール、お、今日は THR カーマンコールですね。あの妙に技の名前が長い、あれ、これあれカーマンでやっぱロバート一応上司っていうか雇い主じゃないですか。そうですね、ダウン攻撃で起き上がらせて殴るっていうのがやっぱいいなと思うんですけど、あれいいですね、あれ絵空でいいかな、さ出るか、起き上がって殴るとあれいいよね、あれいいよね、マウントパンチ、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、殴っちゃえ、殴っちゃえ、まだ起きてる、大丈夫か、よしよし、まだ生きてる、まだ生きてるみたいなね、ハハハハハハハ、うちらがよく事務所とかあの、ね、石田君寝てる時に寝たって聞くようなもんですよね。そうですね、起きてる、寝てる相手をこう起きてると起こしといて言う言葉がおやすみなさいというね、あ、鬱陶しいこと、この上ない、このダウン攻撃、起きた、起きた、じゃあ寝ろ大丈夫か大丈夫か、お、消えた、かっけえ、不安心、大丈夫か大丈夫か、パンチ寝ろうんこ技をバンバン決めていいですね、 THR あれもう勝ってるみたいなね最後もあー面白い、完全な死体殴りでしたね、完全に死体殴り、いいね、よかったです、 THR あっという間に死体殴りで1回戦突破ですね、盛り上がりました。はい、したらじゃあユクトさんのワイラーと水ロバートですね、水ロバート出てきた、さあ出るか出るか、水さんとユクトさんの先ほどワイラー、水さんは今日はロバートをしようということでね、青ファインなんだなんとかなんとか、誕生日ですか、それはマジですか、それはおめでたいですね、ハッピーバースデーカーマンということで
さあ、そんなこと言ってるうちにロバートがやられてますね。ハリケーンやっぱロバートミズミックあ、リュウコラムだやるーリュウコラム超減ったリュウコラム、そして蹴ってケリーおー寝てんな、ほら寝てんじゃねーよーとで、蹴った直後でパンチ食らいましたね。蹴った時にあのポケットに手突っ込んでるのがいいよね。いいっすね。いちいちちょっとシャレ気のあるロバート。あ、そうですね、あのロバート、あの裏剣が強いです。浮かせ技でもありますね。いきなり出せるんで注意。さあ、ここは落ち着いていきたい。ハイキック当てていく。距離取って中断。ロバートがダウンされてる。お、ここは挑発で。お、挑発よりもあれだね、やっぱ あの回復の方が早いんですよね。だからあんまりこのシステム機能しないよね。どうなんでしょうか。おっと、うめえ、連続コンボを決めて体力を減らしていく。しかしロバートいい感じに気力残ってますけど、また出たきた、これリュウコランプ2発目。いやー、そして出た動き、いいですね。寝てんじゃねえよと蹴っていく。おっとナックルからだ、うめえ、連続技決めた。ミズリックウィークセットパブルド、やばい、やり込んでますね。だんだん流行外伝っぽくなってきましたね。したらじゃあソイヤと、ソイヤと池田さんすね。あ、そうですね。じゃあソイ、ソイヤ、ロバート、池田美濃区、坂崎、亮。ワンピ側に、ワンピ側にソイヤ、ロバート。月曜日に給料入ってるといいな、ソイヤ。スーピー側、池田美濃区。と開幕蹴りからミドルキックからスタート、そしてパンパンと蒸発して中段でよろかしてからパンチパンチキック PPK 的な感じので、だから奪って青昇降拳ガード、青昇降拳やり返すがガード、青昇降拳、まあ、であそこまで出が遅いともうガードされることは必死なんですかね。で追い打ちミスって裏剣で転がしたところに前ダッシュから蹴り、寝てんだこらと。でラウンド2、ラウンド2は開幕の蹴りを警戒したのか、池田美濃君後ろに下がる、後継早流撃権が早かった、やらかした、シップが届かなくて覇王昇降拳食らって、で追い打ちすからぶっちゃったけどと裏剣で浮かされてパンチパンチキックということで勝ったのはソイヤだ。いやー、覇王昇降拳はい。目に留まらぬスピードでした。じゃあ、竹谷1と KM ワイラーですね。はい、じゃあ竹谷さんと KM さんじゃんけんして席を決めてください。さあ、竹谷の先ほどのペリカン使いが、ワンピーへ、KM さんはなんだっけ、ワイラーか、ワイラーですね。強キャラですね、強キャラですよ。またワイラーかよ、ワイラーかよって感じでございますが、キャラ制限は今回してません。おっと、うまいぞ、浮かして浮かして、ワイラー前ダッシュするときちょこちょこちょこって走って可愛らしいですね。可愛らしいですね、飛び込んでキック、浮かされて浮かされて、レッド技シュガー、若干シュガーか。おっと、今売り切れましたね、ハリケーンアッパー。そうですね、ハリケーンアッパー売り切れ中、出るのか出ないのか、はっきりさせるんだ。切って、うめえうめえうめえ、やるハリケンアッパー、ハリケンアッパー、おっとここはワイラー、ハリケンアッパー一発目空振ったからスライディングあったら二発目がまだ出てましたね。そうですね、早いな、早いよね、飛び道具がとにかくこのゲームはちょっと早いので、慣れるまであれですね、大変ですね。さあキック当てて、おダウンボリケスカットしまった、浮かされてハリケンアッパー減る、なんか空中の状態で浮かされてる状態で必殺技が当たるとなんかやたら減るような感じがしますが、その辺は補正があるのでしょうか、どうなんでしょうか、わかんないですけどね。で左右入れ替わって、入れ替わって画面端、背負っているのは KM ワイラー、押し込む、パンチ当てていく、強引な攻めを見せる KM、 いいですね。お、うまい、返していった、半角、おっとここはバッチリ一層重ねて竹谷一歩取り返す、ハリケーンアッパー当たない、飛び込む、もう一つ飛び込む、パンチ連打、落ち着いてパンチで目押しで返していく、うまい、やる、投げ、投げが決まる、アイアンクロー投げですよ、すごい無茶無茶しますね。あ、いや、将軍クローですね、悪魔将軍ですよ。さあ、こかされた、浮かされた、コンボ食らう、若干安いがダウン攻撃当てていく、起き上がりのパンチでこかされたのはタケヤン、挑発中に飛び込んで連続技、かっこいいですね、あのパンチ。さあ、後ろに下がる、お互い記録はマックス状態、どうなる、ハリケーンアッパー、ハリケーンアッパー、あったー、タケヤン一瞬の隙をついて連続技、お見事、
いやー、あの下段から入るかっこいいですね、コンボがね。そうですね、2段技と、ワイラーいなくなりましたね。さあ、ワイラーいなくなった。ワイラー退場、おめでとうございます。じゃあ THR カーマンとミズロバートですね。さあ、ミズロバート THR のカーマン、そろそろ決着をつけてほしい。またもこのカードが決まってしまった。流行の剣シリーズ上級者同士の戦い、 1P 側 THR のカーマン、対して 2P 側ミズロバー、どうなる。先ほどね、ロバートもカーマンも素晴らしい攻め見せてましたが、さあ、ミズミックに、ミズロバートにあの伝説のダウン攻撃。あ、本当だ、誕生日なんですね。あ、本当本当だ、赤い誕生日おめでとうございます。と意図せずしてハッピーバースデーっていう感じですかね。なんと起きろ、殴っていく。そしておっと、ビートナックル当ててレード技、最後に決まる。ミズミックはシュガーじゃないのか、素晴らしい。飛び込む THR して転んだところに、ね、また起きろ、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 この野郎、殴っていく。おー、裏切られて勝ったのはミズミック。まずは一歩選手、いやいやいや、パワーアップしてようがなんだろうが関係ねえよと、ミズミックがとりあえず一歩選手していく。さあ、真っ赤っかですよ。そうですね、ちょっと転がって、転がって、坊ちゃん寝てんのかいと、坊ちゃんどうしたのっていうね。坊ちゃん大丈夫ですか、こんなところで寝たらダメです。ダメです、起きてください。ここは寝るとこじゃないです。バンみたいなね。さあ、ダウンパンチ、マウントパンチ、素晴らしい。そうですね、パーフェクト勝ち、寝るとこじゃないですよと、ちゃんとしつけしてますね。そうですね、しつけです。誕生日の上殴るというね、素晴らしい日ですね、今日はね。今日は良き日じゃ。これね、おい、やっちゃったレッド技で、ね、坊ちゃん何してるんだ、殴っていく。またやばい、ミスミック、このままでは起きれない、やばすい。裏剣から通常技重ねていく。あー、死んだ、死んだか、坊ちゃん死んだ。マウントマーチ THR、 坊ちゃんこんなとこ寝てる場合じゃないんですよみたいな感じで、起きろ、寝たら死ぬぞみたいな感じで寝さすみたいな、ね、素晴らしい誕生日になりそうだ、ね、THR 決勝進出。じゃあ、ソイヤとタケヤンですね。じゃあ、ソイヤとタケヤン、じゃんけんして席を決めてくれ。今日のタケヤンはただごとじゃないですね。そうですね、あれハルケンアッパーね、ガードしてそこから足払いポンケ、足払いからなんかもう本当面白そうな、ポール的な何か連続が決めました、ね、面白そうなゲームに見えてきますよね、龍谷の圏外で。タケヤンは素晴らしいですね。そうですね、さあ、1P タケヤン、2P アトムファイター、ソイヤどうなる。開幕当ててからおっ、ケツ中段ジャンプし飛び込んでキュル取る。リーチの差をちょっとうまいこと有効活用したいですね。そうですね、足払いポンケ、ロバートのリーチ長いですからね。でゴスッと、うまいよ。着実に体力を減らしているのはタケヤンのワンちゃん。で、龍が危険、龍が飛ばれて、ジャンプかわして空中コンボ、おい、1位ダウン攻撃、投げた。このゲーム投げ受け身はございません。おっ、早っ。龍がからリーコランブが取ってきたか、リーコランブバックジャンプで、バックジャンプ、さすがにその距離じゃ食らわねえよと言わんばかりに。そうですね、バックジャンプでしたね。ちょっともしかしたら今竹谷読んでたかもわかんないですね。バックジャンプで避けて、まずゴセットを蹴って、おっ、龍神君めくりっぽかった、かっこいい当たり方しましたね。さあ、足払いで起きてやが、ここは中段で浮かされる。おお、決まった、いいぞ。竹谷が素晴らしい連続技、なんだか面白そうなゲームに見えてきた。龍谷の限界点、足払い、画面端に込まれてる。ソイヤのロバート、ここは決めたいか、おっ、ミスった、ミスった、シュガった、ちょっとシュガってしまったか、ポカして蹴り外して死んだか、死んだか、ここはケツでタケヤン決勝進出おめでとう。いやー、タケヤンの動きがやばいですね、やり込み勢ですね。そうですね、下じゃタケヤンと THR さんですね。ここは THR さん、まあ、誕生日パワーもあるんで負けれない組み合わせかなと。じゃあ第2回龍谷外伝大会決勝戦始めまーす。ワンピー、今日は別人のような動き、竹谷のワン、ツーピー誕生日おめでとう、 THR のカマコレ。さあ、誕生日パワーを生かしてマウントパンチだけで締め上げたいところ、カマン、どうなんだ、こかしたら THR の時間が始まった。ほら、起きろ、ほら、起きろ、ほら、ここで入ってしまう、マウントパンチ、マウントパンチか、そしてやっぱりそうか、ボスッと、ボスッと、えい、もう投げて投げて、画面端背負っているのは THR、 おっと、ちょっと重ねるが無敵よ、重ねたけど足払い使って、手足払いして寝てんじゃねえよと、寝てんじゃねえ、このガッツポーズですよ。そうですね、ドヤ顔ですね、ドヤ顔ですよ、完全にドヤってましたね。 THR 今日はただでさえ強いのに誕生日でもっと強かったみたいな、なんだそのヘリは。そしてゴセット、えい、
いですね。おっとうまい、投げて飛び込んで打ち当てて、そして投げ減らねえみたいなね。さあここは起こしたくないが隙をついて、まあ、やっちゃったやっちゃった、起きろ起きろ、受けた酒どうさ、おお上質、あこれアルティメットあるか、どうなんだ、ねえか、とりあえず竹やん、まずは一歩取り返す、取り返しましたね、誕生日なんて知らねえよと、何発俺は殴られたと思ってんだみたいな、ね、そうですね、そんな感じ、ジャンプパワーとまた起きてるっつろみたいな感じ、起きてるっつろみたいなねわざわざ起こさないでよ、起こさないでよみたいな、おい寝てるみたいなね、寝てんの意味わかんだろ、あなんだその襟、起きろアウト、起きろ、減らされた、下げて起き上がり、ガードしてもう一丁、うまい、イナスのうまいっすね、うまい、危ない、危なかった、バックセンで避けてパンチ当てていく、まだ分かんない、竹は超冷静、頑張ってる、頑張ってる、竹は、おっとここは TH、 そして寝てんな、そして寝てんじゃねえよ、寝てんじゃねえよということで第2回大会も THR 優勝おめでとう。いやー今回竹は強かったっすね。じゃあ THR さんちょっと一言をいただいてほしい。そうですね、 THR さん、チート望まずチートキャラだったんですけど本当にあのこのさっき入れ替えたんで、ここが誕生日になって6月13日に設定されてるなんて本当に知りませんでしたから、あのねカーマン、さっきまで霞って書いてあってカーマンに変えたんですけれども、それは結果論ですので、あのすいません本当にそうですね、このゲームはあの筐体とかのマザー内にですね、あのカレンダーが設定されてまして、ね、各キャラごとの誕生日、設定されて誕生日に日付が当たっていくと、まあ、そのキャラがそれをパワーアップするというシステムを、まあ、365分の1で引き当てたと。そういうことですね。365分の1で、うっかり引き当てた THR、引き強いということで、おめでとうございます。さあ優勝商品が出た、超新作、カプコンファイティングジャム、いらねえあ、ありがとうございます。それはあれですよ、あのベランダに飾っとくとあのカラスとか寄らなくていいですよCD はぶら下げとくといいですよ、おすすめですカラスよけに使ってください。はい、おめでとうございました。カラスよけにカラスよけにファイティングジャムの246用の基板をですね、ぜひご活用ください。そしてあのそう ロムだけなんでマザーを集めるところからそのゲームさ作ったやつバカでさ、あのモノラル選ぶとステレオになってステレオ選ぶとモノラルになるっていうね、バカ野郎って思いましたけどね、まあそんなことはどうでもいいやということで、まあじゃあ今日は本当にね誕生日、THR おめでとうございましたそうです、ね、もうあれだな、今度さ誕生日言ったやつろうそく消させようだもんな、確かに次からな、ほんとろうそく準備だな、ハッピーバースデートゥー歌うぞみんなで、じゃあ次はな、というわけでありがとうございました。で流行の県大会は、THR が、第1金曜日きついということなので、そして来月、再来月ちょっと10月11月はあの第1ではなく第2金曜日で、第2金曜日にね、じゃあやりたいかと思います。でせっかくなんでね、あの10月11月どっちかでちょっと流行2も混ぜてもう全部やっちゃえみたいなね感じにしたいかなと思いますんで、あのエアガイツカーメン出てこい、エアガイツカーメン出てこい、休んでんじゃねえよと、いうような展開を、ツイッターとかブログでね、進めていきたいと思います。なお16日にはブリキの大会がございます。ブリキ勢の方お待たせしました、ブリキの大会やりたいと思いますので、ぜひ、ご参加の方よろしくお願いします。なんか当日は有志の方によるフリップもあるそうなんで、やったことない人はタダで遊べます。ぜひやり込んで、ブリキもね、対戦参戦してください、よろしくお願いします。ですね、とブリキもあれですね、あのエアガイツ仮面の時のあのエアガイツのフリープレイの時と同様な感じで、有志の方がね9月8日来もう今週日曜日ですね、今週日曜日はお昼か、して1時から昼過ぎ1時から6時までの5時間、うん、ただで遊ばせてくれると、はいはい了解、して大会のある9月16日、16日はお昼12時からあの大会、まはい、開始1時間前の4時まで、そうですね、ただで遊べると、そうですね、いうことになっているので、まあ、ブリキに興味ある方、そうですね、まあブリキはほら両坂も出てるんで、まあある意味流行の剣4ですよ、なのでぜひ遊びに来てほしいかなと。そうですね、ブリキ1なんてますけど流行4ですね、そう流行4ですかね、ブリキ1は流行4ということでね、ありがとうございました。てなてなわけでございまして、多数のご参加誠にありがとうございました。初代新作流行の剣1プラス流行外伝、大会以上終了です、ありがとうございました。ちょっとブログでまた第2金曜日、告知させていただきますので、情報を見逃さないようによろしくお願いします。よかったらのじゃあ遊んで帰ってください。ありがとうございました。